今回はガブリアスやっていきますか。いや、まあね、ガブリアスもね、全体勝率結構高いんだよね。上から4番目なんで、こいつもブイブイ言ってるね。ただドラゴンクロー、ドラゴンダイブがね、一番勝率高くて、これで、いや、これの脱出ボタンを持たせた方がね、とんでもなく勝率高いね。なんで今回これで、やっていこうかな。脱出ボタンで裏に回ってからの、なんかね、ダイブ、ドラゴンダイブで誘拐するみたいなのが、ちょっとわかりやすくて、いいんだろうな。役割としてな。なんかバシャーモみたいだね。バシャーモもね、あれだもんな。脱ボオーバーヒー。どれだけオーバーヒートをぶち当てるかで、ほんと勝率がね、変わってくるもんな。これちょっとホウオウが相手のレーン荒らしに行ってる間にしっかりガッツリ買っちゃうか。で、砂掛けもね、自分の移動速度と攻撃速度上げていけるからね、ガッツリ買っていこうぜ。やっぱホウオウ強えなぁ。だいぶなんか無茶な荒らし方しに行ったんかなと思ったけど、生きてんだよな。闇ラミがリーフィア荒らしに行ってるけど。はい、よーし。野生管理バッチリよ。ちょっといいかな、俺。こいつをしっかりと砂掛けしといて。はい、俺もアシストが欲しい。ナーイス、いいぞ。え、このままがっつりいけたらマジで嬉しいんだけど。はい、砂掛けて。あとちょっと。やばい。最悪。やばい、これ、ドラパルカとかマジで止まらんくなる。やばすぎ。せっかく育ったのにドラパに切りされたらマジ止まらんくなるんだよな、あいつな。あ、そう、持ち物力の鉢巻きに、レンダースカーフに癒しの冠っていう感じでやっていこうかな。なるだけ、こう殴り合っていくっていう感じでね。やっていこうかな。これ買って早くガバイトになんねえとな。で、これレベルで、ドラゴンダイブ覚えたら、やっぱドラゴンダイブとかあるとね、結構ね、育ちやすいと思うな。こういう技があると。バシャーモもそうだよな。野生モンスターをこっちに寄せて、取り切れたりするから、結構なんか、二進化だけど、進化すんの困るなみたいな。何?言うかと思った。いないんか。いや、じゃあ、しっかり。S 場がね、届かない位置で殴ったりとかできるからな。バシャーモとこれは同じ似たような感じだよな。はい。はい。いや、移動スキルがあっからなぁ。きついな、ちょっとな。やばい。最悪。マジで闇ラミ本当に嫌い。本当に嫌だるい、それは。メダルは茶色メダルでやっていこうかな。いや、これ上レーンめちゃくちゃボコられてるなぁ。まずいね。まあ、こっからと、まあ、闇ラミがなぁ。闇ラミさえいなかったら今ドラパルトちゃんと務めれて。ちょっとリーフィアやめて。やめてくれ。頼む。途中で殴ってるの狩らないでくれ。これ下レーン行かないとこれまずいんだけどさ。レベルも上げないとさ。来た。はい、いいよ。危ないね。あいつ調子こいたな、ここで。ちょっと下行こうぜ。調子こいたな。助かる。ここで調子こいてくれると、俺の経験値になるからな。いや、ならなかったか。正確には。なんか、暴れてんだけど、で、脱出ボタンがないのが結構、苦しちゃ苦しいんだけどさ。来た。はい、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 いいねー。そろそろユナイト技覚えに行こうか。ユナイト技も結構大事だからな。OK。脱出ボタンもそんな気軽に打って、たりしたらダメなんで、まあ、こっからだよな、本当にな。どうしよっかな、5人とか揃うまではあんま突っ込んだりするムーブってあんま良くなさそうだから、まあ、野生モンスターしっかり借りながらかな。で、キューコンがいるから、それちょっと借りに行こうかな。せっかくだしな。ユナイト入ってね、これ、しっかりと。はい。闇闇だけはマジでぶっ潰しとかんといかんからな。脱ボでやるのはあんまり、仕留めに行くのはあんまり良くない気がするけどな。ちょっとこのまま。そうなんだよな。やっぱ脱帽がないとな。当てづれえからどうしても。いや、これ捕まえたのマジで気持ちよすぎ。はい。いや、これ捕まえたのはね。マジで気持ちいいね。いや、今のはね。うまいね。異論は認めないね。今のはうますぎるね。
レスバが下に見えてんだけど、まあ、どうしよっかなーって感じだよな。敵が5人、リーフィアちょっとやばそう。あのリーフィアちょっとね、あれだね、脳筋タイプかもしれないね、もしかしたら。脱帽とかないからさ、突っ込んで無理やり持ってくるみたいなやつできないんだよな、ちょっとな。来た、はい、はい、いいよ。やべ、ナイス、いいよ。アップねー。脱出ボタンとかがやっぱないと、脱出ボタンがないとか、ユナイトとかないと、集団戦はちょっと入りづらいから、これ大事だね。大事なリソースだね、これもね。あいつ、いやー、もう無理だな。もうしゃあない、これもう。ちょっとオブジェクト殴るとか、しながらかなって感じはあるんだけど。全然殴ってないんだけどね。ユナイト技があるんで、しっかりユナイト技を、ぶち込んで、盆踊り作戦ね。はい、はい、はい、で、はい、はい、いいね。よし、潰して。で、しっかりバンギラスもね、バンギラスごと持っていくっていうね。怪しい光打たれてっからね。これ良くないんだけど。そう、今回持ち物の力の鉢巻き、連打スカーフ、あと癒しの冠やってるんで。癒しの冠ね、もう結構効果好きなんだけど、持たせれるキャラって結構限られてくるから、こういうガブ使ってる時にな、しっかりやっていきたいよな。はい、はい。ちょっと引こうかな。はい、はい。はい、いいよ。いいね。ナイス、いいね。またやっぱガブのいいところはね、レジエレキ殴んのが早いからな。もうクソ早いからな、13レベルで連打スカフト合わせたらな。しっかりやっていこう。もう、え、キューコンはね、結構ストレスだからな。まあでも、ユナイト打ちながら無理やり、そう、無理やり仕留めに行けばいけそうだけどな。最後のレックス戦とかはな。ナイス、いいよ。ガブ確かに、いいね。いいな、ガブな。馬車も使った後とかだとな、すごい使いやすいな。割となんか馬車もにできることをガブにもね、馬車もの方ができること多いけど、一部ね、一部。ブレイズキック誘拐とかな。そんな感じだもんな。やべ、外した。生きていいけど、これ。闇闇ちょっと見てからだな。いや、これちょっと怖いなぁ。闇闇がどっかにいるよなぁ。これな。ナイス。ほんとは俺が殴ってバンギーとかがなんか、視界取りみたいにした方が良かったんだろうけどな。ちょっと鳳凰がなぁ、囲まれてんだよなぁ。ここにユナイトぶち込みに行こうかな。で、ユナイト打って、はい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 、で、まずいこれ。くっそ。いや、まあまあまあ、でも、鳳凰のことは救えたね。鳳凰がこれ、起こしてくれたらマジで熱いんだけど、ユナイト吐かないかな。ここで鳳凰のユナイトがめちゃくちゃ欲しい。頼む、鳳凰。ユナイトくれ。まあでも殴るのが最優先な気がするな。まあでもか、どうだろう。おっしゃ、来た。あぶねえ。はい、しっかり殴って、あとこいつもちゃんとぶん殴っといて、味方ごとね、もう闇闇をぶん殴っていくっていうね。いやー、ちょっと最後月光ガニドラゴンクローダイブ外しちゃったんだよ。そこだよな。やっぱ技外すと何もできんくなるからな、リソース結構大事だね。ドラゴンダイブクローって確かアップグレード後は妨害無効とかつくからな。それ結構いいね。ナイス。ガブいいね。さあ、頑張っていこうぜ。メダルね、俺ね、さっき赤メダルでやってたわ。で、今回こそ茶色メダルに変えてね、やっていこうかな。ケツマロ動いてないんだけどね。
まあでも赤も茶色もそんな大差はないと思うんだけどね。やっぱ結論が動き始めた。残しとくか。お、あいつ、利的ムーブじゃないあれ。やってること完全に、お、結構トロールだぞ、それ。はい、はい、はい。はい、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 はい。いや、ガブね、序盤から俺と殴り合いクソ強えんだよな。え、せっかくここで殴り合い勝ったのにさ、ケツ。あ、でも回線とかそういうなんかコントローラーとかの不具合なのかな。で、なんかちょっと前進しちゃったみたいな感じ。アクアテイリングか。いや、キチーズをマリルディが止められなかったね。5レベルだもん、なんか知らんけど。あれ、もしかして、狩られた？狩られたかもしれんな。ケツ！ケツ！お、ケツどうした？あいつ、なんか不具合起きてる。あいつ。おい、あのケツ、不具合起きてないか。どうしたんだろうな。混合魔獣。混合魔獣みたいな名前してるけどさ。モンタージュドラゴンってこと？融合したモンスターの、攻撃力の合算値が、それがモンタージュドラゴンの攻撃力になるみたいな。そういう話？中央レーン行きたかったんだろうな。どうしたの？マジか。いや、砂かけの、あれだね。あれに救われたわ、これ。どうせマリルリに勝てないんだったらそこ上げといて、上げといて、もう明け渡して下レーンとか行った方が勝っていいかもしれねえな、もしかしたら。注目、いや無理だもん、だって無理だよ、だって。あ、注目ケツモロに言ったかもな。いや、だってこれ下手にマリルリ守っていろいろするよりかはさ、こうやって裏に回っといてさ、来た。はい。は？おかしいだろ、おい、おかしいって今の。せっかく出すボタンも切ったのに、投資打ちですかい。で、これはみんなが集合するとこにやっぱ行きたいんだよな。集団戦、ガブもやっぱ集団戦ちゃんとやんないといけないからな。今のちょっと捕まえれなかったのは結構辛いとこはあるけどな。これもなんか戦ってるふりしたいな、正直。来た。はい。いや、こういうことだよね、やっぱりね。で、割っちゃうわ、俺。はい。はい。はい。ナイス、いいよ。このサイドチェンジね。上レーンがフリー。フリーになった時の、このサイドチェンジで、しっかり、世界を制していこうか。いや、まあ、どの道上レーンやばそうなんで、下レーンパパッと取り切って、サクッと取り切って、レジエリキ、サクッてしょって、そっからの試合展開っていう感じかな。あいつちょっと中途半端にやるとあれだからな。そう、俺が近づくまでに葉っぱカッターでザクザク切り刻まれちゃうからさ、そこはねちょっと気をつけなきゃいけないんだけど。ケツマロどこ行くんだ。ケツマロこれちょっと、これ買ってから行きたかったけど、そろそろガブにもなりたいからな。マリルリがヤバそうなんだよね。マリリが結構ヤバそうで。いや、きちい。きちいよ。ピクシーもいるしな。でもマリリがちょっと止まらんくなってきてるな。レベルがね、追いついてないんだよな。いや、ここでユナイト技、本来だったらここで上レーンちゃんとやれてたらな、ユナイト技とか貯めれてて、なんかこう、いい感じにみたいな。いい感じに返せたりもしたんだろうけど、その、進化する時間っていうのなかったもんな。そうだよな。で、今のも入り方どうすればいいか分かんないしな、ぶっちゃけな。まあ、とりあえず下レーンに結構揃ってるんで、ガブなってからかな。ガブなってから。ガブなってからね。あそこ集団戦寄ってもいいんだけど、寄るか。はい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 、ドンって打っといて。はい、完璧に連キル。いいね。急げ、急げ。オーロとか来るぞ。急げ、お前ら。ここは俺がしんがりを務める。ちょ、どこ打ってんの？どこ打ってんの？これまずいな。いや、ピクシーが空飛び始めたもんな。ピクシーが空飛び始めちゃった。
しかも俺しんがり務めたけど、あんまり味方エナジー持ってなかったんじゃないかなって思うんだけど、どうだろうね。ちょっとこれあれだな、ケツマロくん、ケツマロくんユナイト技、これ集団戦してないからさ、ちょっと俺に経験値譲ってくれよ。ユナイト技が欲しいんだよ、とにかく。これケツマロに任せて集団戦行きてえな、できれば。まずいかもこれ、大丈夫かな、ケツマロ。もっと引いてからやってもいいんだけどな。大袋ちょっと残しとくわ。マジでいて、マジでいて、ウラオス、ウラオス、ちょっと耐えて。よく耐えた、惜しいぞ。まあ、ここは冷静にな、冷静プレイでね、やっといてね。まあ、ジュナイパーがでも来てくれてよかったな。少しでも経験値の足しにできたらな、いいもんな。まあ、あとはユナイター差があるからウェレーンとか行ってみる、みんなで。これ落ち着きプレイ、落ち着きプレイでいかないかな。はいはい、で荒らしまっといて、はいはい、よし完璧、いいね。ウーラオスとのやばい、やらかしてる、やらかしてる。はいはい、オッケー、ウーラオス守れた、ナイス、よく来たケツ、よく来たよケツ。はい、いいね。これちょっとこのまま集合でいいんじゃない、このまま。やべ、帰ってほしくなかったな。まあでも体力ないからいっか。いや、帰ってよかったかもな、俺も。一応レジエレキで回復、待て、回復しよう、一旦。癒しの冠のいいところはこういうところだよな。これで、やべえな、いるな。あんまり、そう、あんまりね、オーロットとはやり合いたくないんだよな。妨害食らって、結構めんどくせえかな。ケツマロ。待って、これ誘拐しにくいわ、このタイミングだと、すごく。はい、はい。よし、完璧。はい、はい。どういった、飛んだのか。いや、ちょっとこれ引こうぜ。ナイス、ウラオス。よかった。やっぱガンガンいってんじゃねこれ、ラッシュでいくね、これ。はい、はい、いいよ。ナイス、いいぞ。ラッシュしよう、ラッシュ。え？これもうやっておくね、もう。ミミッキーも相手のアタッカーがいないんだよね。つまり、これやるべきだな、もはや。はい、はい。あ、気持ちいいなぁ。いや、いいね、ガブ。ガブ、いいぞ。さすが環境ポケモンだもんな。全体勝率4位はね、もうね完璧には、もう最悪すぎね、不愉快すぎるだろそのユナイト技な。あまりにも不愉快すぎるんだけど、そのユナイト技。一応勝ってはいるけど撤退とかって多分厳しいよな。残ってたか、ミミッキュ。いや、そうだよな、ミミッキュだってあれだもんな、ユナイト吐かずに死んだもん。だからレックザ戦に参戦させないような立ち回りしたからな、それ残ってたりするんだよな。許せねえな、こさかしい真似しやがって。俺はミミッキュがあそこでね落ちてくれたからレックザラッシュできたっていう、ミミキとジュナイパーを落としてリックザラッシュできたっていうのはあるんだけどね。ケツマロどこ行くんだこれ。これちょっとかわしながらだな。ちょっとこれ、ほんと様子見しながらって感じで、行こう。広く守ろう。ユナイト技もたまるしね。適当にやっていけば。あと一人なんだ、何がいるんだ、ピクシー。あと一人誰だっけ、相手の、モンスター。マリルリか。はい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 。全員これ割れたんで、はいはいはい、許せねえなあ。最後俺がキルショットを取ったガブね、いいっすわ、かなり
かなりいいね。バランスタイプ時代いいな。なんか明治とか遠距離キャラが強い環境はな、チク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 だるいもんな。いいな、殴り合わんとな。さあ頑張っていきますか。いいね、ガブリアス。なんかこんな楽しかったんだな今日まあめちゃくちゃ勝ってるからだろうけどな、今日調子いいからな、結構な。ブラッキー猛攻とか持ってないよね多分ね。いや、アイテム見とくべきだったな。でも学習装置持ってだったら、まあもう気にせずガツガツぶん殴っちゃってもいいよな。しっかりここも惜しいぞ。相手が勝つのめちゃくちゃ遅かったからな。いや、ちょっとスタック切らせたくないなこれ。はい、なるほど、抜け輪人形ね。はいはい、でめっちゃ序盤あれ殴り合い結構強いからな。いいぞ、ナイス序盤の殴り合いはね、お墨付きなんでガブリアスね。なんか中盤とかまでガブリアスと結構殴り合い強いらしいね、どうやら。はい、ちょっと敵に取られないようにね。オッケーオッケーオッケー、ダイブ覚えて、で、来た。はい、こんにちは。いいね。でもちょっとネットを食らうとマジで不愉快、マジで不愉快なんで。クソニャンコ。クソニャンコがよ。打ち玉フォクシーがなんか、相手の中を荒らしてんだけど。大丈夫かな相手の、でもソーブレイズ上残ってんのか。大丈夫そうだね。レベルクソ高えな。いや、マスカーニャが言ってるな。フォクシー。ポッコか、まだ。やばそうだな、なんか。上レーン、ちょっとやばそうだな。まあ、ここで、ドラゴンクロー覚えて、これ人数的にどうなんだろうなって感じなんだよな。集団戦、ちょっと厳しそうなんだよな。多分そこ3レベルだったわな。迫害されたんだろうな。これゾロワークとか来るかな。ゾロワークじゃない、敵の来ないか。いや、そことかもちょっとどうしよっかな。これ上にみんな集合するんだったら、これもうみんなで行った方が絶対いいんだよな。下レーンゴールいっぱい残ってっから、ちょっともったいない気もするんだけど、まあでも27残ってれば。はい、いや、こいつだな、まずは。はい、はい、オッケー、一旦捕まえといてね。ナイス、ナイス、ナイス、いいぞ、それ。壊していいよ。ブラッキー、お前ってやつはマジで噛みすぎる。お前しか勝たんかもしれん、ブラッキー。オッケー、経験値もがっつり食いながら、はい、はい。で、30ポイントしっかりつぎ込んで。いや、ブラッキーがいるとマジで動きやすいな。敵のこと捕まえてくれたらドラゴン大袋で、無理やり持ってくるもんな。最高だよ。どこで脱帽したんだっけ、お前。あれか。なんか潰したかったけど潰せなかったとこね。一旦さ、これちょっと引きながら、ソーブレイズが言ってるの見えたから。まあ、下レーンやられたんだったら、そうだな、悩みどころだな。20つぎ込むのもありだけど。まあ、ここでソーブレイズ待ったりとか。防衛した方がいいよな。マスカーニャは多分4人でなんとかなると思うから。怪力にバレちゃったな。ソーブレイズのとこ行きてんだけどな。ちょっとでもここ我慢してちょっと広く守るわ、ちゃんとね。何？これ殴り合い勝てねえかな、ワンちゃん。俺もユナイト吐けばよかったな。我慢しちゃったな、なんかな。まあでもザシアンもそんなにもう元気じゃないし、ミリだったもんな。やっぱなんかね、5人集団戦でちょっとね、5人とか4人とかいるところでユナイトズを吐きたいっていうやっぱあるからな。来た、ヤドランだけ浮かすプレイでいこう。こうやって絶対これ敵も突っ込んでこれねえもんな。こんなところにな。
やっぱ脱帽ドラゴンクローダイブはこれができるのが分かりやすくてマジでいいんだよな。あのザシアンに対して、はい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 、いいよ完璧、はい、何でもいいから技打て、よっしゃ3連キル、いいね気持ちいい、気持ちよすぎ。やればできる子なんです、ガブリアス君は。あ、助かるブラッキー。あと癒しの冠あるからガッツリ殴っちゃってみたいな感じになるかな。殴っちゃった方がいいかな多分、きっと。ブラッキーもあいつもいるしな、殴った方が早そうだわ。脱帽があったら誘拐してどうたらこうたらみたいな話できそうだけど、はい、これよくないな。いやーこれちょっとなんかドラゴンクローダイブ入んなかったな。ヤドランと殴り合うのなんかあんま良くないから引きたかったんだけどさ、もうちょっと早く気づいてあれするべきだったね、引くべきだったね。ほんと基本的にヤドランにリソース割くの、ヤドランのあのなんか思うツボというか、ほんとそんな感じあるもんななんだこいつよしいいぞ、犬が来てる、犬がで、福間水氏も撃ってくるもんな、あいつな。ラスト1回ユナイトズ吐けちゃうかな、ワンちゃん。これどっかソブレイズいるだろ、はい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 、領域展開外に、はいはい、いいよ出しといて、ヤドラン潰せただけでまあ大丈夫かな。2連キルいいね、はいいいよ、しっかりぶっ潰しといて、いいねいや今日の俺の足し回りもねかなりね乗ってる気がするわ。それもあるね、やっぱガブリアスとの親和性がいいね、かなりね。お前ってやつはマジでよ、まあ、これ敵のマップ見ながらね、はいはいいやこれでねヤドランに時間かけすぎると他の敵が寄ってきちゃってみたいな話になってくるからね。これはザシアンってタイマン貼ってもいいかもな、これ無理なんで。マジナイスだそれ、はいはいはい完璧、いいね、まあ、やっぱソーブレイズ殴りてえな。いやキルもしてオブジェクトも一人で殴れちゃう、そしてユナイト技の火力も高い、いいね、環境最強のアタッカーにふさわしいね、ふさわしい性能してるね。もう14レベルだしな、なんか知らんけどな。ちょっと中央行こうぜ、マスカーニャがいるのか、ちょっと待って、マボクシーやばいぞ、そこなんかそこなんかいた気がする、ソーブレイズがいる、ユナイト入った方がいい、これユナイト吐かないと、はいはいいやこれちょっと良くなかったな、魔法師のこと助けようと思ったんだけどさ、グビッ